ラジオネーム三平アリュさん、事件です。僕も愛読しているおしゃれ雑誌キャンキャンの表紙に、うん、読者モデルの丸林ひろなさんが大抜擢され、編集長がこんなことを言ってやがりました、うん、非常に読者との距離が近いリアルな存在、実際に会ってみて丸林さんはキャンキャン世代の女の子を引きつける吸引力があることを確信しました。使え、俺の妹も表紙に使えや確かにうちの妹は全然おしゃれじゃねえよ。ネズミ色のパーカーしか似合わねえドラム缶体型だよ。インドア派のくせに妙に浅黒いし、なでしこジャパンの補欠みてえな面をしているよ。だけどな、あいつだって毎月キャンキャン読んで頑張ってるし、持ち水で鍛えた吸引力は毒物火じゃねえんだよバカ野郎。とりあえず俺と妹のツーショット写真送りつけてやっから絶対来月の用心使えよ。モザイクとか入れやがったら訴えるぞ。なんで自分が入ってん写真にツーショット。お前は関係ねえだろ。妹もいなのかな。